行くぞ。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ほら、まったく姉上は人使いか。貴様は一体、まさか姉上の荷を狙う賊か。威力走行。私は浅井備前守長政、この国の守護者だ。姉上、姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。やむを得まい。汚れた修行も報酬したいて平然と怒らう見まごうなき悪。認めよう、お前の言に一部真理があることを。マリア様、最上名産千歳紅の献上です。少し色がくすんでいるな。姉上ならば捨てかねん。乱世の今をお伝えする突撃アナ娘の戦場聞き込み。さあ、今日も足軽さんたちの日常に迫りたいと思います。すぐだ。あなたの大将の今日の動きを見てどうですか。相手の大将と相性が悪いかな。まあまた悪い癖が出なきゃ飯の時間までにはケリがつくかな。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。かくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。あなたはどうして今のこのお仕事を。大将のあの人の笑顔が見てえからさ。近所の小僧に勝るとも劣らぬその腕前。やるな。拙者がなでなでしてあげるでござるよ。ほら、いい口ね。あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて一つくらいは。武田の道場など古い、時代は直江無敵道場。山ほどもある熊を倒した俺こそ究極無敵。外周一色とはまさに俺のためにある言葉。これこういうだって。使っちゃダメ。少しぐらいなら。いや、ダメだ、耐えるのだ。一剣心様が軍神ならば、この俺こそが勝利の大神。さて、ここで問題だ。俺は今日何回無敵と口にした。まさかとは思うけれど、叱られたくてわざとやられてるのかしら。定番だ。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。そうね、平日に休めるところかな。南蛮菓子ね。わらわはこちらの方が好み。故に無敵。中政様、一の星。すまぬ、姉上から譲り受けられる気がしないのか。相手の大将が強すぎると思いませんか。相手が強いとか弱いとかそんなの関係あるのかい。足軽の美学ってやつにさ。マリア様、この宝物と恋文をお受け取りくだされ。はいはい、分かったわ。お前に隠していたことがある。実は俺は無敵。自分たちのここを見てほしいと思うところは。大将を映す時の技かな。正面からやったり、あとたまにわざと揺らしたりするといい絵になるよね。よし、もっと目立ちたい同盟を作ろうぜな。無敵すぎて後継者が見当たらない。なんたる悲劇。越後の米を食べないと俺は無敵を維持できない。この戦では足軽としてどんなお仕事を。大将の声。ああ、
足軽に必要な技術、才能を挙げるとすれば、一番はこれを仕事だって思わないことだろうね。趣味でやってる。そう思えば失敗しても気にならないさ。たとえ忘れ去られようと、事実として俺は主人公。今までの俺は無口すぎた。普段からもっと喋らせろ。兵を率いるとはまこと艱難続きにござるな。まあこれからこれから。敵軍も去るものだが、それはさておき、俺は無敵。ファイヤ様、九州より良質の反物が届きました。これで城一つ、あれ上の布置き場に。もっと自信持ってくださいよ大将。俺の田舎なら割と家さえ行くと思いますぜ。無敵という言葉の真の意味を教えてやる。誰一人として敵ではない。つまり平和な世だ。あなたたちはなぜ位置を望むの。一体位置にどうして欲しいの。あなたなら教えてくれるの。マリア様、最後の品をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わらわをこんなに待たせるなんて。野間正様、また姉様のことばかり。一もお手伝いするわ。密かについてる洗礼で、外の国では無敵な俺。話したいと思った時に話してくれればそれでいいさ。大将、あんたまだ生きてるでしょ。だったらしっかり生きて、それから死になさい。今日は全てを忘れ、お眠りくだされ。子守歌ならば拙者が。少し落ちったくらいで誰もあんたを責めやしないさ。やだ、流れ弾。この戦では足軽としてどんなお仕事を。ほら、門がバーンって開くでしょ。あれ俺、せーのでバーン、開門だよ。あら、これくらいじゃあわらわは満足できないの。だからもっと頑張りなさい。閻魔大王とも友達、これがこの俺、青江兼続。俺とお前の腐敗伝説はまだ始まったばかりだ。今の軍で不安に思っていることは。人形合体、残業してまで練習したくないですよな。すみません、お休みの日は何を。俺はもっぱらてっぴり腰の練習に費やすね。足軽艦隊はこういうところで差が出るんだよ。一日大将になれるなら何をしますか。天下統一とか。井本のみならず外国でも俺は無敵と呼ばれたい。あなたはどうして今のこのお仕事を。子供の時かっこいい足軽さんを見て憧れたんだ。俺もああやって着られたいなって。そうなんですね。知り合いの子に教えを壊れる俺こそ至高の無敵。え、なんで励ましたんだ。ダチだろ。バカ野郎、言わせんなよ。上田の将はいいところだ。無敵の言葉に嘘はない。一番隊の座は俺のものだ。なぜなら俺が無敵だから。愛禅明王、お前は一体何を言っているんだ。客人、大将は落ち込み中でござる。お引き取りくだされ。お前を憎みはすまん。仇の妹であって。兄様が何かしたの。ひどい。我らを兄様、もうこれ以上誰にもあんたをヘッポコ呼ばわりさせやしねえ。そう、作戦で俺に任せろ。援護がなくとも俺は無敵。この書状の中身が気になるだろう。無敵語で書いてあるから読めるのは俺だけだ。諦めろ。仲間がいる、敵がいる、そんなでっかい無敵が欲しい。
自分たちのここを見てほしいと思うところは？いかにも足軽って感じの走り方、あのドタバタ具合ね。これは3年かかったかな。いろいろそういうのに疲れたんだろ。下ろしちまえよ。ほら、気分だけは軽くなったな。3歩歩けば回復する。光り輝かんばかりの無敵。あなたがそれは無理だろうと思った陣形学園は、あの竹馬みたいなやつかな。まあできるけどさ、ちょっと恥ずかしいでしょ。あれ、あなたの帰りを家で待つご家族へ一言。母ちゃん、お空のどっかで聞いてくれてるかな。俺こんなに立派になったんだぜ。頂戴して。これが乱世なんですね。無敵とは世を忍ぶ仮の姿。俺の真の姿よ、無敵。明日の天気？それはもちろん晴れ時々無敵。上には上がいる。ただそれだけの話。そうでござろう。いつかこのような日が来ると思っていた。お前たちは死を恐れながら戦う。我らには理解不能だ。こんなんが枕刀じゃ太刀打ちしようにも。まあ素敵。あなた見どころありそうだけど、他にどんなことができるかしら。あ、姉様の召使いが死んじゃった。棟梁の支援に回れ。援護、補給、総員配置。血と火薬、我らには馴染みの匂いだ。この浅井連者首相を前に大いに驚くがよい。あの変幻自在の銃撃は我らも目を見張らずにはいられぬ。それがしも美人二人に挟まれてみたい。そこだ。違うぞ。断じて鬱憤晴らしなどではない。私は雑然を好まる。静寂へと返事させてもらおう。私とてもはや姉上の影に隠れるばかりではない。よくあることさ、若さゆえの怪しさってやつだな。長政様、マリア様が早くこっちへいらっしゃいと。叶うならばその涙を拭って差し上げたい。あいにくだが諦め方など姉上から学んではおらん。もっともっと舞い散らせよう。長政様のためだもの。一発の銃弾が戦況を覆す。我らのためにそれができる。人の本性を尋ねる際の礼儀すら知らぬというのか。衣が真っ赤。また怒られてしまうわ。ちりぢりになった兵をまとめるにどれほどの時が必要か。ヤタのカラスの鳴き声を。我らを導け。なに、気にすることはない。
うちの2歳の息子もよくそれと同じ失敗をするでござるよ。今日の戦は全部ウソっぱち、悪い夢さ。本当のあんたは輝いてんだ。わらわを欲しているの？それとも別のよう？今日一日くらいは無敵と叫ばず過ごしてみるか。イチ、長政、わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわね。あなたの大将の今日の動きを見てどうですか？俺が見てきた中で今日の戦が一番調子いいね。千人斬りじゃ止まらないんじゃないかな。あれ、突然何を？待たれよ、姉上、姉上！相手の大将が強すぎると思いませんか？それでも向かってくのが足軽さだろ。今の職場での悩みは？あれあれ、蕎麦派とうどん派の仲の悪さだな。俺はどっちも好きだから余計にね。安心してくんな、俺たちは時の運ほど薄情じゃないぜ。二人で分かち合えば喜びも悲しみも全て2倍にござる。無敵と叫んで切りかかれ。そうすれば敵もおじけづく。敵にごめんなさいを言いに行くならこの拙者も途中までお供いたしますぞ。おっとその顔。待った、何も言わなくていい。俺も同類ってやつだ。貫通させはしない。お前の体内で砕け破壊する。使えばいいのさ、俺たちに言わない大将だけの特権、最長戦ってやつをさ。拙者も昔はダメのダメサブロなどと呼ばれておりました。さすがだ、トール。この位置、闇と炎の狭間よりいざ舞い上がれ、最終正義義元即断。口を挟むは悪である。死に物狂いで切り合って、力の限り走り回って、そんで打ち返って風呂入って寝ることかな。まったく姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ、一それ怒りだ。嫁入り先はこのような。長政様は悪くないわ。悪いのは、うん、これが平地が荒れるのか。姉上に無縁とは言えまい。どうしてうちは役に立てないの？長政、その傷は何？わらわの許しなく壊れないで。姉様を懲らしめてくれるの？そう。
よく頑張ったな。もういい、もういいんだ。お前の強さ、何のために、誰のためにある。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員加速、右に回って撤退せよ。騒がしいわね。品定めも満足にできないじゃない。あなたが、あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。ほら、あなたなかなかいいもの持ってるじゃない。どこを見ていて。わらわに消えない傷が残ったらどうなるか。私についてこい。グレンに染まれ、再火延長。ついに決着です。今日も激しい戦でしたね。それではまた次の戦でお会いしましょう。頂戴した、頂戴した。今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。申し訳ありません、棟梁。弾薬を無駄にしてしまった。野党に襲われていた村の民を救ったと聞いたが。はい、偵察任務の途中遭遇してやむを得ず、そして救出の報酬はこれに。これは守り札ではないのか。何の変哲もない民の生活の一部だな。村の自社のものであると。このようなもののために最下の弾薬を浪費したこと、申し訳なく思います。しかしなぜだろう、後悔はない。むしろ満足している。実に不可思議だ。民か、我らにとって民とはどのような存在だ。将軍が安土城、魔王のもとへと訪問。妙な歌声が聞こえます。ザビー教の愛の集いへようこそ。レッツエンジョイ。ザビー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 ザー。織田の
手下が動き出しました。